個室3食昼寝付き、アルバイトの環境としてはかなり優遇されているように思える。休みがないことが問題だが、俺にとってこの異世界ライフは毎日が日曜日みたいなもんだから気にはならない。最近はお嬢様もかなりおとなしくなってきているし、順調順調。やはり物事がうまくいってる時ってのは毎日が楽しいもんだ。このままエリスが勉強大好きになって県内有数の進学校に入学でもしたら、俺の役目もごめん、シルヒーと魔法大学に入学なんだけど、エリスさん、なんでキレてんの？